2022年12月20日、ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州のハイダイ知事が、ロシア軍がルハンシク州の戦線の部隊を大幅に増強したとして、西隣のハルキウ州を奪還した後同州に向けて投進しているウクライナ軍に警戒を発したよ。同州にはロシアのベルゴロド州からスバトボを通りさらに南のクレミンナまで、南北に走る幹線道路 P66 が通っているが、ドネツク州のリマンを奪還したウクライナ軍部隊が交通の要衝であるスバトボからクレミンナの間に置いて攻勢に出ていて、この P66 に迫っているらしいな。ロシアもこのまま押されっぱなしってわけにはいかないんだろうね。一応は軍事力のトップに名を連ねるプライドがあるだろうから。さて今回はウクライナ軍がルハンシク州で攻勢に出つつあることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ハイダイ知事はクレミンナをスバトボの奪還を狙ってウクライナ軍は少しずつ前進しているとしながらも、この地域にはロシア正規軍に、ヘルソン州から撤退して転進してきた空挺部隊と9月に招集された予備役動員兵部隊に加えて、ロシア連邦に属するチェチェン共和国の首長ラムザン・カディロフの私兵であるカディロフティなどが配置され、増強されているとしてウクライナ軍に対して警戒を発したものだが、同知事は必ず近い将来に朗報が届くと信じているとも投稿しているみたい。ルハンシク州の戦線においては、12月8日時点で北部はハルキウ州からスバトボに向けて進撃しているウクライナ軍部隊がクゼミフカ付近で戦闘中のほか、スバトボの南にあるカルマジニフカ、ブロシチャンカ、チェルボノボビフカなどで P66 に迫りつつあり、この辺りの P66 は通行止め状態でロシア軍の補給路としてはすでに機能していないと見られているよ。そして、チェルボノボビフカの奪還を狙う部隊と、クレミンナ南方のヤムピリ方面からクレミンナに向けて北上している部隊とで北と南からクレミンナを攻撃する可能性が指摘されているほか、さらに南側のビロホフリカやゾロタフリカを奪還した部隊はリシチャンシクに到達する勢いを見せているんだ。ロシア軍はこのルハンシク州において、P66 沿いに北のロシア国境付近から南はクレミンナまでの 100km ほどの間に竜の歯と呼ばれる、対戦車防衛ラインと塹壕による防御陣地を構築していることが報告されていたけど、衛星画像からそれらが完成していると見られることが確認されているね。竜の歯ってなかなか大それた名前だね。この竜の歯とはキャタピラー無限軌道によって、道路以外の不整地でも移動できる戦車による突破を食い止めるために考え出された人工の障害物で、一般的に見られるのは鉄筋コンクリートなどで作られた海岸でよく見かけるテトラポットのような四角錐の障害物を密に並べられたものだな。戦車は不整地を自由に動き回れるものの、幅のある川や塹壕などを乗り越えることはできないという弱点があるほか、高さのある四角重りを乗り越えようとして戦車の底部が四角重りの先端部に乗り上げてしまうと動きが取れなくなることから、この四角重りを戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、それらを横に広く並べた様子が竜の歯のように見えることから名付けられたってわけだね。竜の歯は戦車が登場した第一次世界大戦に考案されて、第二次大戦でも各地に広く設置され、その場を戦車が突破できなくなることを目的とする他に、戦車を迂回させて統治下やバンカーを構築して対戦車砲やミサイル、対戦車地雷などを配備したキルゾーンに敵戦車を誘い込んで戦車部隊を殲滅する戦術にも有効とされているよ。コンクリート製の四角重りは榴弾砲などの重火砲の砲撃や砲兵による爆破などで破壊することは可能だけど、大抵の場合はその底部をコンクリートの基板でつなげて固められ、地中に埋められているため簡単には破壊できないように作られており、そのために機甲部隊などの進撃を食い止めて、損害を与えながら進軍を遅らせるには最適の防御ラインとされているんだ。ちなみにウクライナのロシア軍は、このルハンシク州からドネツク州にかけての戦線の他に、中南部ザポリージャ州のマウリポリ周辺にも竜の歯を設置したと報じられているぜ。しかしながら、ルハンシク州 200km 渡って設営された竜の歯は衛星画像から見る限りでは、P66 やスバトボの東側に構築されていて、幹線道路や市街地を防衛するようには設置されておらず、むしろ P66 やスバトボを防衛しているロシア軍の退路を断つような形になっていることに疑問を呈する声が多いな。日本のインターネット上の書き込みなどでもこれはウクライナ軍の進撃を食い止めるというよりも、スバトボなどを防衛しているロシア軍部隊を退却させないようにしているとしか思えないとの指摘が多くあり、コンクリートの特戦隊と揶揄する声もあるみたい。排水の陣で井戸目ってこと？ロシアもいよいよ余裕がなくなってきたね。あるいは、ルハンシク州を防衛しているロシア軍部隊が戦車や装甲車などの戦闘車両を保有しておらず、軽装備の歩兵のみの部隊なのではないかとの指摘もあり、竜の葉の後方に榴弾砲や多連装ロケット砲システムを配備しておき、いざとなれば味方の歩兵部隊ごと猛砲撃を浴びせて殲滅するつもりではないかと指摘する声すら出ていて、兵士を人間とは考えず畑になる野菜と同列に考えるという非道なロシア軍であれば、冗談ではなくあり得る話だと噂されているぜ。そして、竜の葉はクレミンナからリシチャンシク、セベロドネツクにかけて大きく途切れているため、ロシア軍はこの地域に正規軍の精鋭を集めて防御を固めているのではないかとの見方が広がっていて、ウクライナ軍もまた、クレミンナ周辺に機甲部隊などの精鋭部隊を集結させているものと見られているよ。ウクライナ軍においては、これまでに回想状態で退却したロシア軍が稼働状態で放棄した、戦車や装甲車両を鹵獲して自軍に配備して装備を強化していて、それらの他にポーランドから供与された230両の PT-91 とファルディ戦車を保有しているはずなんだけど、これまでのところ戦線には登場していないんだ。この PT-91 戦車は旧ソ連製の T-71M1 をポーランドが独自の技術を用いて発展させた戦車で、ポーランドではドイツ製のレオパルド2と並ぶ主力戦車であったんだけど、ポーランド軍が西側諸国の最新鋭戦車であるアメリ製の M1A1 エイブラムスや、韓国製の K2 などの導入を進める方針を決定したため、ウクライナへ供与されたんだって。ウクライナ軍ではこの230両の PT-91 によって新たな機甲部隊を編成しているとされていて、厳冬期となってぬかるんでいた地面が凍りつき戦車の移動が可能になった時点で、いずれか反攻を狙う戦場に投入されるものとみられ、現時点で予想されている戦線は中南部ザポリージャ州のメリトポリ周辺か、このルハンシク州クレミンナ周辺ではないかとの見方が多いね。この冬にロシア軍へのさらなる反攻を計画しているとされるウクライナへの兵器支援については、特に戦車がまだ不足しているとしてウクライナ側がドイツ製のレオパルト2の供与を強く求めているが、ドイツ国内ではその賛否をめぐって激論が交わされているらしいな。このことに関して、ドイツのランクフルター・アルゲマイネ氏はアメリカはドイツがレオパルト2をウクライナに供与することを支持しているため、ドイツの決定に全てが委ねられていると報じ、ワシントンを訪問したドイツ国防委員会のチマーマン委員長はアメリカ国防総省や議会との会談において、ドイツが戦車を提供することへの支持は確認されたとした上で、アメリカはドイツがウクライナへの支援責任を果たすことを期待しているとして、多数の強力な戦車を必要としているウクライナを見捨てるべきではないとの見方を示しているよ。しかしながら、天然ガスなどのエネルギーをロシアに頼るドイツ国内には、ドイツがウクライナ支援の矢面に立つことでロシアの心象を損なうことを恐れる声が多く、ウクライナへのレオパルト2の供与がいつ開始されることになるかは未だ不透明ってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。